なんでこんな人に時間使わなきゃいけないのかなめっちゃ思います。返しがなんかなんだよな。普通だけスポンジみたいな会話が成立しなかないか。なるほど。けどそうだとしてもまた5分10分でこの志願者ダメだなって思って声を荒げていってしまうと頭が悪そうだし、うん、あなたに興味がないんだろうね。 YouTube で影響力を持ちたいっていうのでその500万円で YouTube の Google 広告に当てたいと思っています。 YouTube では何を配信されてるんですか？ふざけた動画を出してますね。ふざけた動画っていうのはどういう動画なんだって。はじめ社長みたいな感じで。あ、1年ぐらいやられてたのね。はい、うん、300まで行くのには結構大変だった？いや、大変というよりかは Google 広告に出したんですよ。なんか一つの動画を、はいはい、そしたら一気に300ぐらいまでなったんで、50万投資して270人しか増えなかったんですか？そうですね。じゃあそのチャンネルが仮に500万円投資すると2700人ぐらいしか増えない可能性があるってことですね、倍率的には。そうですね。全然食えないですよね。全然なんか諦めるとかはなくてですね、やっぱりやり続けることが大事だなと思うので、なんかそれで全然ご飯食えないってなっても、まあ今が全然食えてない状態なので。なるほど、はい、上がるだけだみたいな。そうですね。会社経営してるっておっしゃったじゃないですか。あ、はい。何の会社を経営してるんですか？まあ、YouTube 事業とあと飲食店とか、まあいろいろ事業はできるんですけど、何一つ今稼働はしてないっていうことですね。何もやってないの？そうですね、稼働してるものはないです。何もやってなければ会社経営じゃないよね。まあ、会社を建てたって感じです。あ、作るだけ作ったけれども動かしてはいない。はい。それはなんで動かさないの？作るだけ、作った時にも満足しちゃう？いや、 YouTube とかも一応事業に入れてるので、ああ、それでまあ YouTube やってるっていうのもあります。でも収益にはなってないんだよね。なってないです、うん、でも50万突っ込んだんでしょ、はい、Google 広告に。その50万円っていうのはどこから引っ張ってきたの？自分の母親から借りました。お母さんから借りたんだ。はい、うん、はい、お子さんいらっしゃるんですか？はい、います。ああ、結婚して離婚した中で結婚した時にお子さんいらっしゃったんですか？はい。その子の養育費とかはどうしてるんですか？養育費も自分でアルバイトをしてるので。ああ、アルバイトをして働いてそのお金は養育費に当ててるんですか？はい。大体月どれぐらい上げてるんですか？は今5万円ですね。おお。前澤社長みたいになりたいんだ。はい。なんでなりたいの？やっぱあんだけお金稼いで総資産なんか2000何百億とか言われても、なおかつやっぱ働いてるっていうのは、普通やっぱそんぐらい資産あったら働かないっていう考えの人が多いと思うんですよ、はい、でもそんぐらいあるのにやっぱあんだけ働くってことは、やっぱあとは世の中にやっぱ社会貢献で動いてると思うんですよね、うん、なんで僕もやっぱ最終的には社会貢献したいなと思うので。お金をまくことで。はい。お金をまくことで社会貢献ってどんなものが上げられるんだろう？こうパッポッポってこう上げられる？まあそうですね、前澤さんが本当やってるベーシックインカムのなんかまあなんだろう、個人バージョンというかのを、まああれをやりたいので、まあ、それでこうお金に困ってる人たちにお金を配れたらいいなと思います。うん、まず自分が影響力を与えられるようにならなくちゃいけないなっていうふうに思っていて、多分その影響力を与えられる人っていうのは、おそらくその Google の広告で500万円もそのお金を突っ込まなくても、多分自然と多分チャンネル登録者数って増えていくと思うのね、うん、自分っていう人間をまず知ってもらって好きになってもらうのが一番かなと思ってるんで、それでまあ YouTube にただ会話してる話してる動画を流してるんですよ。なるほどね。でもチャンネル登録者数が増えないんだもんね。そうですね、うん、あなたに興味がないんだろうね。まあそれ私のチャンネルもそうなんだから、私に興味がないんでしょうねだから増えない。影響力つけたいのか、なんか自分を売りたいのかを選んだ方がいいかなと思って。最初に自分を売りたいって言うんだったら、まあ、かなりコンテンツが自分にないと難しいと思うんですよね。自分はすごいんですみたいな、なんかそれがまずなんか傲慢かなみたいな。あとはまあなんか今日の話になると、まず書類もないし、チャンネルも僕たちに検索してくださいだし、
なんかこう売り込む努力がないのに僕たちがなんかこれ話聞く必要あるのかなはすごい思うんですよね。なんかこうなんで俺らが話聞かなきゃいけないのかなみたいな。僕あの書類選考、まあ求人とかねいっぱいやってるんで、なんか人をこう選ばなきゃいけない立場でやってて、で面接とかも人に任せてる立場で言わせてもらうと、なんでこんな人に時間使わなきゃいけないのかなめっちゃ思います。内心出てきたのかなみたいな。だから登録者数とか なんでこの人に脳みそ使わなきゃいけないのかはめっちゃ思うんですけど、どうですか。そうですね、ちょっと計画書とかがないのは本当申し訳ないんですけども、僕もね同感です。あのなんか無料相談所じゃないよここはっていう感じで聞いてたんですけど、僕らは何得するんですか、あなたに通して。今すごいこんなちっぽけですけど、もっとビッグになってこう関われてよかったって思ってもらえるような存在に。僕らはなんか精神的に満足するために500万円出すというか、それを狙ってるってことですか。そうですね。あとまあなんかその後にこう一緒になんかビジネスとかも大きく広めたらいいなと思ってます。そうですか。はい。なんかこう返しがなんかなんだよな。スポンジみたい。なんでなんだろうな。吸うだけ。え？吸うだけ。スポンジみたい。なんか何もリアクションがなくて、なんかその会話が成立してなかったですか。でもなんかお金ばらまきたいとかね、はい、自分のことじゃなくてあの人に対して、なんかプラスのことしたいっていうマインドは素敵ですよね。じゃあもう一回ちょっと頭を整理するとさ、はい、あなたがやってるのは YouTube の事業なんでしょ。他に何か仕事やってる、うん、あれ、コンサル。コンサル、はい、何のコンサル。まあそれはまだないんですけど、形としてはないんですけど。じゃあ 何系のコンサルなの。まあ、経営コンサル、経営のコンサルタント、はい、うん、勉強してやりたいなと思ってます。やりたいなと思ってる、はい、はい、あとは。あと飲食店と。飲食店の何の飲食店やりたいの。まあ、ラーメン屋。あ、ラーメン屋さん。でもこれ全部何も手つけてないんだもんね。 YouTube チャンネル登録者数が300ぐらいあるだけの話でしょ。はい、うん、困ったなこれは。どうしようかな。桑田社長寝ちゃったじゃない。もうどう責任取ってくる。あなたどう責任取ってくれんのよ。寝ちゃったじゃない社長が。まだ撮影してました。あ、してましたよ。終わったと思いましたよ。またそういうことするとコメント欄にあの志願者に対して失礼だとかって書かれちゃうから。あの資料も用意しなくて、企画もなんかなくて、いけそうな気しました。いや、まあいけるかどうかっていうのは正直まあなるようにしかならないと思ってんで分かんなかったですけど。なんか令和の虎いっぱい見てきました。はそうですね、勉強はてな。そんな見てないでしょ。いや、まあ、結構というか10本ぐらいですか、ね、あ、10本ぐらい。おお、もうちょっと少ないかもね。なんか印象に残ってる回はありますか。あのピョン吉さんっていうのが、それが一番最初に見た動画なんですけど、ね、じゃあピョン吉さんをモデルにしてきたのかな。わ、ピョン吉パターン狙いに来た。いや違いますね。本当、はい、やっぱピョン吉さんが印象に残ってるっていうとピョン吉パターンかなと思って、また YouTube でなんか俺たちの悪口言われるパターンからみたいなね。この人のパターンみたいで行こうみたいなのはあった。いや、もう自分で行こうと思ってました。あ、本当。はい、自分で。はい、なんかまだキャラ出てないよ。なんかちょっと、じゃあさ、1分間時間あげるからさ、そこ立ってさ、はい、あの YouTuber っぽくさ、なんかこう話してみたりとかさ、自己 PR っていうのをそこでやってみてよ。今普段カメラがこう前にある程度さ、うん、1分間ぐらいでちょっとやってみてください。いくよ。いい？なんかこうこれも多分こう、あの自分がこう魅力ある人のセンスだと思うよ。いきなり振られていきなりやるっていうね。そこで考えちゃったらダメだと思うよ。YouTuber なんでしょ。あ、YouTuber じゃないのか。まだ一応 YouTuber か、うん、あ、そうですね、一応。いや、まあ僕はあの、うん、あ、それ始まってる。あ、ちょっと今から始めようと思います。はい、はい、まあコンサルとかもやるんですけども、その経営のコンサルをやる前に、やるときにこうやっぱ今の若い子たちってすごい自信がない子が多いんですね。うん、なんであの
今の若い子そうやって自信なくて夢とかも全然持てないので、うん、僕はそういう子たちに向けてこう夢は絶対叶うっていうのを発信していきたいんですよ、はい、自分の人生を使って、うん、なんで今理想の自分とはかけ離れていてもやっぱずっと続けていくことで絶対に叶うっていうのを YouTube で出して証明したいんですよね、うん、はい、うん、ででそれで、うん、まあ前澤さんみたいに影響力を持ちたいって言ってるんですよ、はいはいはい、正直なところ、これは切れそうって思って話聞いてました、うん、あなたに500万円出すんだったら自分に500万円さらにブーストしますよ。なんか暗いね。なんかこうバッとこうバッてこうなんかこうないの？あ、なんかですかポーみたいな感じなんだもん。なんかこれまあまあ、でもしょうがない、まあ、ちょっと変に落ち着いちゃってるっていうか、まあ、なんかいろいろなんだ、はいはい、なんだろうな、いろいろまあ経験が24歳にして、まあ、経験がいろいろ割としてるっていうのもあると思うんですよね。経験？はい、まあ、あの結婚したりとか離婚したりとか、なんでこうやっぱ普通の同じ年代の子よりかはいろいろこう社会とかもなんか勉強したりとかしたので、なんかそれで落ち着きは全然なんか同い年に見えないとか言われますね、うん、そっか、うん、確かに落ち着きっぷりで言うとあのランキング高いかもしれないですね。日本国民の上位 3% とかに入る落ち着きを持ってるかもしれないですね何があっても落ち着いてる青年みたいなチャンネルで、なんかいろんなこうなんか試練が来るんだけど常に落ち着いてるみたいのでいけないですかね、川さん。あんま怒られてもこう響かない感じ？いや、響かないというよりかは、うん、まあ、勉強、何でも吸収して勉強しようと思うので、うん、なんか全然あのなんすか、怒られて何も、いや、どうでもいいやっていうよりかは、うん、やっぱ何事も拾うっていうスタンスなんで。じゃあ500万円の使い道っていうのは全部広告にぶっこんじゃうわけね。はい。いや、今の状態でぶっこむのはマジで愚策だと思いますよ。だって、いいものがそこにないのにぶっ込んで人集めてもしょうがなくないですか。やめます、まあ、500万はさすがにないのであれですけど、はい、じゃあ500万いらなくなっちゃいましたね終わりにします。いやじゃあでもこれ以上多分やってもお金動かないと思うよ。志願者さんがなかなか引き出しがなくて、あの皆さんお怒りになってましたけど、怒れば怒るほど萎縮してね、虎が話してもねっていう、その魅力を引き出すためにもっと質問してあげたり引き出したりしてあげないと結局番組にならないんじゃないかと思って、僕はできるだけ質問をしたかったんですけど、お二人ともやっぱ熱くなっちゃって、でも逆にそっちの方がね、あの取れ高はいいのかなとか思ったりとかでもね、そしたらどんどん萎縮しちゃいますよね。で、まあ、そこが難しいですよね。かといってね、いけてない志願者にこう僕たちが歩み寄ってヒアリングするっていうのもどうなのっていう考え方もわかりますし、僕はけどもうここまで来たらいろいろ聞くしかないんじゃないかなって思ってますけど、もうちょっとだけ聞いてみて、うん、開始正直5分10分で、うん、もうナッシングは硬いなと、うん、自分の中である程度決まってしまって 99% ナッシングだっていう状態で、まあそうだったらお金は出せないから何か持ち帰ってもらいたいなと思って話してます、うん、なるほど。けどそうだとしてもまた5分10分でこの志願者ダメだなって思って、こうやっぱある程度ね声を荒げていってしまうとより萎縮してもっと出てこなくなっちゃうと思うんですよね。だから僕はそれが心配でしたね。うん、すごいね、これで YouTube1 年間やってるんだもんね。こんな感じあんまね、再生回数も上がらないし、はい、なかなか方向性見えない中で1年もやってんだもんね。そうですね、すごいよね、うん、そのメンタルはね。いや、で、まだやろうと思ってるでしょ。そうですね。自分 YouTuber 向いてると思う？いや、向いてるか向いてないかって言ったら、まあ、向いてはないと思うでしょ。うん、思うでしょ、はい、でもまだやってこの番組出ようとするでしょ、はい、すごいよね。いや、向いてるんじゃないですかけどもさっきの、あの何でも動じないチャンネルはワンチャンありかもしれないですよね。うん、とかね、やり続けてたら見えてくるものがあるんですよね、うん、だからどんどん変えていけばいいし、うんうん、向いてると思う、その根性っていうかね、うん、朝起きたら、はい、あの福田社長のとこの霊柩車で運ばれてたなんて感じだったらどうします？で、動画撮られてるなんて。
どんな感じですか落ち着いてられます、真っ暗みたいな、で車で運ばれてる音するみたいな。いや落ち着いてはないですね。確かに。そこは、どういうリアクションになりますかね。そう。普段落ち着いてる高杉さんが、そのシチュエーションだったらどういうリアクションが出ます？どういうリアクション？いや、普通にびっくりします。はい、あんまりびっくりしてなさそうだ。ねえ、だって、呼ばれちゃうかもしれないもんね。あ、そっか、うん。ピンチだよね。そうですね。ピンチ？ピンチですね。僕結構好きなタイプなので、あの、ありがとうございます。楽しかったです。100万円ならね、出してもいいんです。本当ですか？いや、いいですよ、それぐらい。そのために来たんですから、出すために。マインドが素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。で、頭が悪そうだし、似てる感じするのでね。最終決断に入っていきたいと思いますが、はい、桑田社長。はい、ナッシングです。YouTube 伸びるといいですね。頑張ってください。